一人でけじめつけるって何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせる。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど、今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ、錦。これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ、キリュウ。錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。おう、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんなバカ野郎。許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。